は、はるです。私今年で30歳になったんですよ。今まで実年齢より上に見られることが多かったんですけど、だんだん実年齢と顔が追いついてきた気がします。でもまあそうとは言ってもやっぱ肌年齢だけは若くいたいなと思って、まあ今までも動画で紹介してる美容医療とかホームケアとか、まあそういうものでね頑張って努力はしてるんですけど、大人っぽく雰囲気見られるのはいいけど肌だけはやっぱ若くいたいなっていう気持ちはあるんですよ。今回は23 years old のスキンケアを使っていくんだけど、23 years old って言ったらこのアクアバブモデリングマスク知ってる方多いんじゃないでしょうか。プラザとかロフトとかでも買えるし、あの水分爆弾って言われてるモデリングパックです。でも23 years old って言ったらこれがね結構ね目立ちがちなんだけど、これだけじゃなくって、私今回使ってみてめちゃくちゃいいなと思ったスキンケアラインがあったので、そちらを紹介したいと思います。これですね、バクチオールシリーズです。肌の弾力が気になる方とかシワなんとかしたいなって方向けの、これねバクチオールっていうエイジングケア成分が含まれてるのね。あとこれね、朝の洗顔がめちゃくちゃ楽になるスティックタイプの洗顔とかね、これも私めっちゃめんどくさがりなんですけど、こうやってくる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 ってやるだけの石鹸だからねすっごい楽で、それも気に入ってます。ぜひ紹介させてください。それでは早速23 years old の製品を皆さんにレビューしたいと思います。スタート。じゃあまず洗顔で肌の汚れとか角質毛穴の詰まりを落としていきます。で使うのがこれですね、ブラックペイントラバーってやつなんですけど、スティックタイプの石鹸になってます。これちょっとね私が普段使ってて使いかけだからちょっと汚れちゃった。これで顔全体を濡らしてそのまま顔にくるくるって滑らせていきます。で今肌濡らした状態なのでこのまま上にこうやってくるくるって滑らせていきます。特にこういう小鼻とか毛穴の角栓が気になるとこはこまめにやってください。この黒いのは炭が配合されてるから結構ねさっぱりした洗い心地です。もし肌の乾燥が気になるよって方はその毛穴の詰まりとか角栓が気になる部分を重点的にそこだけポイントで使う石鹸としても OK です。これで洗顔は終わり。続いては有名なアクアバブモデリングマスクです。前回私モデリングマスク動画で出したと思うんですけど、その時見事に失敗して大変なことになったの。もうボタボタ垂れてきて難しい、これめっちゃ垂れてくる。だからモデリングマスクってちょっと難しいイメージなんだけど、今回またチャレンジしてみようと思います。ちゃんとできるかな。前に使ったメーカーのやつはさ水で自分で硬さを調節するタイプだったんだけど、これはもうあの1剤と2剤が入ってるから完全に硬さはもう正しい硬さができるんだよね。こんな感じにジェルできてきました。それでは塗っていきます。前回は大変なことになったけど、なんかね粘度がちょうどいいからボタボタ垂れてこない。ジェルとか水分クリームみたいな使い心地ですね。私かなり不器用なんだけど今ねこうやって綺麗に塗れてるし、前回のちょっと動画のやつと比べてみたらねかなり綺麗にちゃんと塗れてるっていうのが分かると思う。すごい綺麗にできた。マスクがこんにゃくゼリーみたいにプルプルになりました。今これねもうこんにゃく状態なの。もう剥がせるかな、剥がしてみます。あすごい、もちもち、本当に水分爆弾ってその名の通りって感じ。すごいこれギュッと肌の中に水分が入ってく感じがしますね。ぴったり密着してるからかな。そして最後に塗っていくスキンケアです。これねバクチオールっていう成分なんだけど、北米だとレチノールの代わりになる成分として今話題です。でしかもこれ天然ビーガン成分です。これね10代から使えるアーリーアンチエイジングスキンケアとして話題なんだけど、
私が10代の頃とか体育の時間に日焼け止め塗るぐらいだったかな。それぐらいしか気にしてなかったかな。今いいですね、こういうアーリーアンチエイジングケアとかいうのがあって、結構ねあっさりめかと思いきやとろみのある化粧水なんだよね。でも決してベタベタしなくて保湿はされてる感じ、こんな感じですね。過度にベタつかずしっかり保湿されて、あ、私この使用感すごい好きですね。化粧水の中でもあのちゃんとギュッと水分が入ってて保湿感はあってもちもちしててベタつかない、これいいわ。続いてはアンプルです。バクチオール A アンプル、美容液ですね。ジュルンケソンミベキンソンファジャンプルチンジョンミ弾力エンプル、鎮静とか弾力のアンプルですね。つけていきます。これもねこってり感がちょうどいいアンプルですね。そんな重くないっていうか、これ全体的に使用感がすごいよくって、でもあの決して保湿感が弱いわけじゃないから娘もお母さんも一緒に使える化粧水って感じかな。肌触りが滑らかでスッと馴染む感じですね。バクチオールシリーズの使用感めちゃくちゃいいです。ちょっと一回使ってみてもらいたい。私今ちょっとね肌荒れがホルモンバランスのせいか人生で一番肌荒れしててね、美容皮膚科とかにも通ってるんですけど、それでも刺激が少なく私の肌にはだけどあのそう感じるし、そういうちょっと肌荒れてる時ってあんまりね保湿感強いベタベタなやつ使いたくないんだけど、これはちょうどいいぐらいですね。最後はクリームです。バクチオール A コアクリーム、これ結構ねこっくりめのクリームなんですよ。さっき手に出してみた時にね思ったんだけど、だからあの再生クリームとかに似てるかもしれない。美容皮膚科とかでレーザー受けた後にあの塗ってもらえるやつみたいな。水分クリームとかよりは結構こってりめな再生クリームに似てるかも。ちょっと最近使ったスキンケアの中で使用感的にはこれが一番気に入ってます。今の私の肌荒れした状態の感じではね。であの香りとかも本当にほとんどないです。洗顔からパックスキンケア全ての段階が終了しました。やっぱねちゃんと肌を管理した後だともちもち感が違いますね。ちょっとね化粧のりが全然普段と違います。最近肌の調子悪かったからねかなり良くなって嬉しいです。化粧のりが違う。今回私が皆さんに紹介したこの23 years old っていう韓国スキンケアはあのアーリーアンチエイジングケアっていうね若いうちからできるエイジングケア製品だったり、あとちょっとね肌の敏感肌とかそういうのが気になるよって方も使えるような機能性に優れた原材料を使ってるっていうのがポイントです。なおかつお財布に優しい値段でホームケアなのにエステを受けたみたいな仕上がりになるっていう、そういうのが嬉しい、ちょっと私の推せるポイントなんですよ。そのアクアバブはね日本のコスメストアで簡単に購入できるんだけど、今回私が紹介したこのバクチオール A シリーズとブラックペイントラバーの洗顔は、Q10 とかウェブサイト上で購入できるのでそちらもチェックしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。あの、ね、私本当に最近肌の調子が悪かったんだけど、これもうちょっと使い続けます。めちゃくちゃ推しです。最近の推しです。よかったらチェックしてみてください。アンニョン。걱정 따윈 없지 노태기 원인 하루 맡겨 태양이 너무 가까워 나의 그들을 보는 나는 분한 방을 젖혀 담비게